そこに情報、グローバリゼーションと同時にそのネット社会という一つのもうすごい時間かからない瞬時にっていうものが入ってきましたから。今ね、一つの例なんですけれども、皆さんはね、アラブ世界で女性やっぱりね、ベールで隠して、それからなんとか、いや女性差別じゃないかなと思うでしょうね、思う人が多いんでしょう。理解してでないもどのはぐらいやっぱり社会の中に女性の役割、女性の力、みんな知らないの。あなた多分言った、分かってるかもしれない。女性ものすごく力がある。アラビア語でね、よく皆さんはね知ってる言葉なんだ、ハリームという言葉知ってるでしょうね。非常に悪いイメージでしょうね。日本語で言うとハーレムって言ってしまいハまリーすムよでしょうね。ね。ハリームというのはね、カーバ神殿のこと、ハラムなんですよね。聖なる場所なんです。ハリームは家庭の中一番聖なる人だ。一番大事な人なんです。だからその人のために一生懸命守らなくちゃならない。その人のために一生懸命やらなくちゃならないです。差別じゃないです。僕と時々の逆に言うんですよ。本当にアラブとイスラム世界で我々ね、男性サイドがね差別受けてますよって もうそこのその感覚というか、それは教えからというか、それはマスコミかもしれない いし、や、どこかいで。や、これはね、ヨーロッパの昔の十字軍時代、これはやっぱりね、イスラムと戦うのは何かいろいろ考えなくちゃならないです。まず第一、アラビアンナイツご存知でしょう。アラビアンナイツは、ああ素晴らしい、なんていうね、文献とかね、その面白い物語、アラビアやっぱり理解するにはアラビアンナイツ読みなさいと。これ全然アラブ社会関係ない。まずね、これペルシアで書かれた物語なんです。そうですよね。と同時にアラブ社会関係ない。それだ。でもね、アラブの文化っていうのは、最高文献っていうのはやっぱり詩なんです。詩に書かれたもんじゃないとは、これは最高文化、アラビアの文化のね、文献っていうのは、ね、求めないの。し。詩、物語は帯の低い。詩というのはポエムですね。ポエムですそね。うです。なんかとてですも。から我々の世界、アラブ世界でアラビアンナイツ、なんだって、ただのもうただのストーリーなんですよ。もう作られたそのえ、ストーリーなの。ストーリーですね。それを読んで一応知っただけで全てを知るという、割とその教えをされちゃったという誤解は相当生まれますもう一つはね、皆さんは歴史の中に十字軍というのはね、もう何年、100年以上かかる続いたんですね。そうですね。100年ですよね。イスラムのサイドはね、一回もこれは十字軍戦争って言ったことないんです。と言いますと、宗教戦争言ったことないの、イスラムのサイドは。一回も十字軍、これは西側でやってたんです。アラブの側っていうのは、これはヨーロッパのフランスは一応エルサレムとアラブ、イスラム世界に一応征服しただけ。だからフランスの部族、そのヨーロッパの人々が、こちらの人々の戦争だと。宗教関係ない。そうなんですよね。だからおかしいのは、責められた人がやっぱりね、これは宗教戦争だ、みんな裏が団結できるんですよ。にもかかわらず、これ皆さんは宗教戦争っていうの言葉一切信じてないから、だから使わなかった。でもいまだに世界中の人々が十字軍、十字軍、十字軍って、ちょっと待って、これはヨーロッパがサイドが言ってることは、こちらのサイド何言ってるかっていう、誰も。そう
ですね。本当に偏ってる、うん、それが、うん、まあ、引いては悲劇も生むし、誤解というのが一番それを現場に行って正すとか、そのあのちゃんと自分の目で見るということをせずに泳いじゃう部分。12世紀、13世紀、14世紀、15世紀、ヨーロッパで暗黒時代ですね。だから我々の歴史の中で、あの当時が暗黒時代ねって、うん、どこの暗黒時代13世紀、14世紀、15世紀はね、一番文化盛んになったのはね、うんうん、イベリア半島、当時が今のスペイン、うんうん、中国まで一番やっぱり文化盛んだったんです、うんうん、そうですね。でも暗黒時代じゃないですよ、一番文化盛んして言ってるかっていう、12世紀からすごい、うんうんうん、技術なんとかいろいろやっぱりね、そうですね、うん、まあ、歴史の紐というのを解いてみると、どこの立場でその歴史を学んでいくかっていうことで相当、まあ、変わった景色になってくるし、変わった流れにもなるという、まあ、そういう中で、まあ、今という現在、うん、まあ、世の中でいろいろなことが起こってるけど、まあ、心眼を持たなきゃいけないっていうのは、やはり学ばなきゃいけないのと同時に、お互いの国を理解するには自分の心眼を持って、うん、やはりもう一番正しいということを自分で学んでいかなきゃいけないっていう、そこがどうしても欠落しつつあるような気がします、ね、結局ね、僕はね、自分、まずね、自分の文化を理解する、うん、するにはやっぱり異文化をも理解しなくちゃならないんですよ。異文化を理解するにはやっぱり自分の文化を理解しなくちゃ、はい、ですから両方とも同時に、そこですね、もう本当に、うん、つくづく思うんですけれども、うん、特にその外に出た時に、うん、外に出た時にやっぱりそれは必要とされますし、でそこの辺というのは、まあ、40年間もお住まいになってて、まあ、その日々が痛感であるし、心眼を持たれてると思うんですが、本当に今の現状を見るととても憤りがあるんじゃないかっていうふうに、まあやっぱりね、日本の若者、日本人、やっぱり日本はとても素晴らしい文化を持ってるって、やっぱりそういう誇りを持って世界考えるべきなんですよね、はい、私が世田谷美術館かな、はい、そこにね、一回英国大英博物館から、はい、いろんな展示物がここからやっぱり展示されたんですよ。その時はある人と一緒に行ったんですよ、はい、まあ行く途中ね、その人が随分ね、大英博物館は褒めたんですよ。あれは素晴らしいね、なんとかな、僕ちょっと待ってくださいよ、大英博物館なんだって、今これから私見に行こうと思ってる、はい、展示品がね、何ですかって、エジプト文化でしょ、エジプトから持ってかれたもの、ペルシャから持ってかれたもの、アラビアから持ってかれた、スーダンから持ってかれたものじゃないかって、そこにね、イギリスのね、一つのね、展示品があるんですか、ないでしょう。大英博物館、あくまでこれは海賊のこれじゃないかってコレクションということですよね力でっていう、はい、それからね、だやっぱり英国は文化がないじゃないかっていう、一つの遺跡もないの、ストーンヘッジだけじゃないかって、トントンそれだけでしょうねもう一つが、僕にとしてはやっぱりね、食文化なんですよね。あ、食文化見れてくださいね、食文化、これはリッチな国がやっぱりね、そこにね、いろんな、日本ほどこんなリッチがないじゃないですか、生ものから煮たもの、焼いたものまであるんじゃないかって。それからもっと日本は素晴らしいところが、スパイス使わないでお汁料理作るのは、これは考えられないんですよ。ああ、なるほど、考えたことなかった。その出汁とかってそういうあれですよね。そうでしょうね、煮込んで出るエキスでっていう。それから文化がある国がやっぱりね、食文化がね、非常に高いんですよね、盛んですよね、はい、
イギリスはないでしょう。フィッシュ&チップスじゃないですか。僕はね、うんうんうん、日本料理店聞いたことある、うん、中国料理は聞いたことある、イタリア料理聞いたことある、フランスもスペインも、うんうん、イギリス料理聞いたことないね。イングリッシュパブだけでしょうね。まああのね、ですからいや野菜美味しかったりとか、あのいろいろな、まあ、そのそれぞれのご家庭の料理もあるんでしょう。まあ考えてみると代表的な、まあ、国のナショナル、クイズインっていうのはなかなかちょっと聞かないかもしれないですね。フィッシュ&チップスですね。まあ結局ね、うん、皆さんはもう随分ね、あのもう海賊時代かな。なかなかじっとしなかったんですよね。